皆様おはようございます。東京都知事小池百合子でございます。本日は東京スポーツスクエアにお越しいただきまして本当にありがとうございます。そしてご挨拶の前に一言、このコロナ禍におきまして昼夜感染症対策、また大きな対策に当たっていただいております医療従事者の皆様方、そしてまた感染症の対策にご協力いただいているすべての都民の皆様、事業者の皆様方に改めて御礼を申し上げたいと存じます。さて今日からです。こちら東京東京オールジャパンコレクションスタートでございます。こちらは東京大会の PR スペース、そして東京都メディアセンターとが一体となりまして東京2020大会の情報、そして開催都市東京の姿を発信をしていく、その拠点となっております。で、解説にあたりましてはもうご覧いただいているかと思いますけれども、感染症対策防止対策をですね万全に行っておりまして、またオンラインの発信もふんだんに準備をしております。これら創意工夫を重ねまして東京2020大会の発信に努めていきたいと考えております。そしてこちらメインホールでありますけれども、ご覧いただきますように伝統、そして技術、観光、農林水産などなど東京のあらゆる産業の魅力をパラリンピックが終わる49日間にわたってですね東京のこの魅力を発信をしていくということでございます。そしてそれぞれのコーナーにはですね全国各地の皆様、自治体との皆様、自治体の皆様とも連携いたしまして日本各地の PR もしてまいります。先ほど私もですね出展者の皆様のブース拝見をいたしました。どのブースもですね魅力あふれる、そして個性的で素晴らしいコンテンツでいっぱいでございます。そして皆様の出展状況につきましてはこれもまたオンラインでの映像で発信をしていくということで、これが東京にとどまらず全国各地、そして世界中の方々に届くように素晴らしい宝物を知っていただきたい、そのような発信の拠点となるわけでございます。ぜひその魅力にも触れて楽しんでいただきたいと存じます。さあ、ここ東京スポーツスクエアでございます。東京2020大会を通じましてこれまで培ってまいりました伝統、そして革新、これらの未来への可能性をお届けしていきたいと存じますので、どうぞご期待をいただきたいと存じます。誠にありがとうございます。小池都知事ありがとうございました。それではお席の方にご移動ください。それではここからは本日ご参加いただいておりますゲストをお迎えしたトークショーを行ってまいります。17歳でニューヨークコレクションでデビュー、一躍話題となりました。以降は世界の第一線でトップモデルとして活躍。モデルのほかテレビ、ラジオ、イベントのパーソナリティ、女優などさまざまな分野にも精力的に挑戦されています。日本人として唯一無二のキャリアを持つスーパーモデルとしてチャリティ、社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外にクリエイティブに広げています。公益財団法人ジョイセフアンバサダー、エシカルライフスタイル SDGs アンバサダーもお務めです。それではお迎えいたしましょう、富永愛さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。さあ、それでは富永愛さんと小池都知事でトークショーを進めてまいります。まずは富永さん、一言を皆さんにご挨拶いただけますでしょうか。こんにちは、といっても朝ですけれども、今日はこのような素敵な機会に、お呼びいただきまして嬉しく思っております。朝一番京都から新幹線乗ってまいりました。
それではお二方ともよろしくお願いいたします。どうぞ一旦おかけください。それでは改めましてよろしくお願いいたします。まずは小池都知事と富永さんは昨年伝統の技や老舗の魅力について雑誌上で対談をされたということなんですが、本イベントでも伝統の技、匠の魅力を紹介する出展が多く行われています。まずは小池都知事、この見どころを教えてください。はい、今冒頭ご挨拶させていただきましたようにですね、東京には伝統そしてまた革新、この両方を兼ね備えた、企業がたくさんございます。産業がございます。中でもですね、東京、江戸の流れを組みまして100年以上続く企業会社がですね、なんと300社以上もあるんですね。でその中の企業の皆様方、そうやって伝統歴史を紡いでこられた皆様方にその技をですね、世界の方々にご披露するということで、こちらのスクエアの方にもお集まりをいただいているわけでございます。こうした名品のですね、名品そして匠の技でありますけれども、やはり歴史とともに紡がれてきた、そしてそれが東京の深みに、この味を加えて、深みの味を加えてくれているということを世界の方々に発信をしていきたいと考えております。そしてこのイベントでもですね、江戸きらりプロジェクトという、これは都におきましてですね、そうやってきらりと光る、商品であったり伝統匠の技、これをもっともっと世界に広げていこうということで、行っておりますけれども、このきらりプロジェクトの中のものにつきましてもこの場で、ご紹介をしてまいりたいと思います。例えば組紐ね、愛さんも自分で着物を着られるということですけれども、はいはい、で帯締めなど組紐の技術がですね、例えば世界のブランドのお店を飾ったりですね、ブレスレットになったりということで、その伝統がまたブラッシュアップ、さらにブラッシュアップされて現代に生きているという例は本当にたくさんあるんですね。こういう東京大会を機会にしまして、この場からそういった伝統の技とそして美しさ、それらをですね、ぜひ届けていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。では富永さん、ファッションモデルとして世界中を飛び回っていらっしゃいますが、ご自身の日本の伝統や文化への向き合い方を教えてください。私は伝統工芸や伝統文化がとても好きで、興味がありまして、海外に行き始めた頃に日本の伝統文化だったりその日本のことっていうのを海外の方たちによく質問された経験がありまして、でその時にあまり、若かったもので答えられない自分がいたんですよね。でその時にやっぱり恥ずかしさを覚えまして、それからやはり日本人として日本のことをより知らなければならないなっていう思いが強くなりまして、その後に一番最初にやったことが着物の着付けを習ったことなんですけど、そこから着物がより好きになり、日本の器だったりより広く日本の文化伝統工芸を知りたいなと思うようになりました。それでファッション業界に私は携わってますけれども、その中で日本の技術をよく使われているんですよね、海外のブランドっていうのは。ビッグメゾンは特にそうですけれども、皆さんが知らないところで日本の技術伝統文化っていうものがとっても海外の人たちの心に響いているっていうのを肌で感じております。なのでまだまだ私も知らないことがたくさんありますけれども、こういったイベント、こういった機会にまた皆さんにもより広く知っていただけるのはとてもいい機会なんじゃないかなと思っております。はい、ありがとうございます。
さあ、それでは続いて先端技術を持つ中小企業の魅力についてお話しいただけます。江戸から続く伝統や文化が残る一方で、東京では最先端のものづくり技術を持った中小企業やスタートアップにも特徴があり、今回も実際に多数参加されています。小池都知事、中小企業の魅力についてはいかがでしょう。はい、日本の経済の中心東京、実はその東京の経済産業を支えているのは中小企業の皆さんなんですね。そこにはですね、世界に誇るさまざまな技術を培ってこられたり、また新しくスタートアップをされた方々もたくさんおられるわけでございます。そういった東京都としてこれまでの長い歴史を使って、そしてその中から育まれた大切な技術は守っていくと同時にですね、全く新しくスタートアップする方々の後押しをしていく、この両方を進めているところです。そしてこちらのスポーツスクエアの方で、この中小企業の皆様方の商品もですね、製品もご紹介をするということで、例えば下町ボブスレーって皆さんご存知ですよね。こちらは冬の方のオリンピックなどでもボブスレーという競技は非常に親しまれていますけど、そのなんと下町での技術を使ってボブスレーを作ってしまったという、そういった町工場のですね、皆さんの連帯といいましょうか、そういったところもご紹介をいたしておりますし、それから東京のスタートアップでの一つなんですけれども、空飛ぶタクシーというタクシーというか車ですけれども、実際に飛んでるようなそういう体感をですね、このバーチャルリアリティとともにご紹介をするコーナーもできておりますので、いやー、もう本当に100年前の考えられなかったことが今やもう実際に現実になってしまうという世界、それをですね、想像を超えた技術をですね、東京から始めてもらいたいという、このようにですね、いろいろお楽しみいただけるような宝物の、古い宝物も新しい宝物もこの玉手箱の中に入っているということで、楽しんでいただきたいですね。はい、ありがとうございます。では富永さん、未来の技術やスタートアップに関する関心や期待感などをお知らせください。今小池さんのお話を伺っていて、とても楽しそうだなという気がしましたね。展示はまだ私は見てないんですけれども、いよいよ車が空を飛ぶ日は近いのではないかと思わせられました。そうですね、今お話がありましたけれども、日本古来のものとそして新しいものの融合というお話がありましたけれども、最近ではやはり環境問題っていうものがとても重要なことになってきていると思います。いろんな地方に私もお仕事で行かせていただいたりしているんですけれども、やはり日本の伝統のものと新しいテクノロジーの融合っていうものがやはり日本のこれからの未来を支えていくんじゃないかなという思いが私にはあります。とても日本は得意ですね。そういうものが、新しいものを作っていくこともとても得意だと思いますし、宝物のような伝統を持っている、歴史を持っている国だとも思うので、そういったことをこれからしていったら、より素敵な未来が待っているんじゃないかなと私は思います。はい、ありがとうございます。さあ、まだまだお話伺いたいところなんですが、お時間の都合もありますので、続いては将来の観光につながる各地の魅力の発信についてお伺いいたします。各地の多彩な魅力に触れると、その土地を訪れたくなりますよね。今すぐ旅行に行ける状況ではないんですが、本イベントでの将来の観光につなげるための取り組みはいかがでしょう。小池都知事、お願いいたします。
はい、今ご紹介、冒頭ご紹介いたしましたように、全国の自治体の皆様方にもですね、それぞれの魅力を伝えていく、そのようなスポットが設けられております。ぜひともここから世界へと発信をしていただくということ、そしてまた観光も大きな産業であります。今なかなか厳しい状況でありますけれども、ロンドン大会もですね、実は大会が終わった後にぐわっと観光客が増えるということなんですね。それに結びつけてもいきたい。それからちょっと農産物のことも言わせてくれませんか飛ばしちゃったんだけど、農産物、東京はですね、海あり山ありなんですね。そういう中からですね、地産地消でフレッシュのトレトレのお魚から、それから野菜、素晴らしいお花、そういったものもですね、この大東京には自然があるよということ、これも観光につながりますので、ぜひご紹介もしていきたいと思います。ちなみに、ね、富永さん、パリにも何度もいらっしゃるけれども、パリよりも東京のミシュランの数の方が多い、212、それからリブグルマン合わせると446。そうなんですね。こんな美味しい首都ってあんまりないですよ。はい、これもですね、観光の魅力。そして二八そばもありますし、なんと日本は各地の美味しいものだらけ、これが観光の一番の目玉になるんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。アフターコロナを見据えた旅行の楽しみ方、そして訪日できなかった、今回いらっしゃれなかった海外の方に向けて、富永さん、メッセージをお願いいたします。コロナ禍において海外に行けないっていうのは皆さん一緒だと思いますけれども、私はその間日本国内に目を向けることができました。今日のこのイベント、これから先続くこのイベントのように、より日本のことを知るきっかけにもなりましたし、より好きにもなりました。なのでまだまだアフターコロナいつになるか分かりませんけれども、いろんな楽しみ方ができるのではないかなと思っております。はい、ありがとうございます。本当にお二方には貴重なお話を伺うことができましてありがとうございます。お時間の都合もありますので、それでは小池都知事、皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、コロナ禍ということでさまざま制約がございますけれども、でもだからこそそれを乗り越えて、このスクエアから大いに世界に発信をしていきたいと思っております。そしてまた各地域の第一線で活躍されておられる皆さんのご協力をいただいて、このスクエアが出てできております。出展者の皆様に感謝申し上げます。そして49日間であります。ぜひともここがですね、東京の地においての発信の拠点、そしてそれをオンラインで見ていただいても、リアルに見ていただいても結構でございます。そして世界のさまざまなメディアの方々に参考になる、そういったチップと申しましょうか、そういったニュースをですね、ぜひともここからも発信をしていきたい。伝統と革新、これが日本そして東京の力であるということを伝えていきたい、考えております。ぜひ皆さんお楽しみください。今日はありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それでは最後にゲストの富永愛さんより一言お願いいたします。はい、本日は貴重な機会をいただきましてありがとうございました。今回このような素敵な、日本全国を一挙に旅ができるイベントが開催されるということで、実際に足を運んでも、そしてオンラインでも楽しめるっていうことなので、より多くの人たちにオンラインでもオフラインでも訪れていただけたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、スペシャルトークショーでした。富永愛さん、小池都知事、ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ、それではここで一度ステージの転換のためお時間をいただきます。皆さん準備が整いますまで今しばらくお待ちください。
この後皆さん、フォトセッションを行わせていただきます。フォトセッションは2パターンご用意しております。まず富永愛さん、小池都知事のツーショットと、その後富永愛さんのワンショットになります。準備整うまでもう少々お待ちください。皆さん準備大丈夫ですかね。はい、そうしましたらまず、ツーショットのワンパターン目から始めさせていただきます。まず、ムービーさんの方から、お願いできればと思っておりますので、スチールさん少しご協力いただいて、先にムービーさんの方に目線をお願いいたします。ちょっと手振っていただいたりとか動きがあるとありがたいです。ムービーさんいかがでしょうか。はい、では続いてスチールさんに移りたいと思います。まずオフィシャルカメラのセンターの方からお願いいたします。はい、大丈夫でしょうか。はい、続いてそしたら右、向かって右手の方に目線をお願いいたします。では続いて左手の方に目線をお願いいたします。スチールさんよろしいでしょうか。はい、では最後センターにもう一度お願いいたします。すみません。はい、じゃあ最後オフィシャルさんにお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ではワンショット目は以上になります。小池都知事ご講談いただきました。富永さんセンターにお願いします。またすみません、ムービーさんからお願いいたします。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。では続いてセンターのスチールさんからお願いいたします。はい、では続いて右手の方にお願いいたします。目線を右手にお願いします。はい、続いて、はい、では挙手いただいた方にお願いします。はい、続いてではセンター最後来ますので、左手の方に目線お願いします。大丈夫ですかね。それではセンターの方に目線を最後お願いいたします。
協力ありがとうございます。オフィシャルさんよろしいでしょうか。ちょっと最後オフィシャルさんだけお願いします。ありがとうございます。では以上になります。ではご登壇ください。以上でフォトセッションは終了となります。富永愛さんにどうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。それでは皆様、以上をもちまして東京東京オールジャパンコレクション有楽町ショーケースオープニングセレモニーが終了となります。ゲストの富永愛さん、小池都知事、ありがとうございました。それではどうぞこの後プレスの皆さんもぜひ会場内しっかりとご見学ください。ありがとうございました。メディアの皆様すみません、この後内覧のツアーを予定してますので、ご希望される方は右手こちらの東京東京のブース前にご集合いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。